僕のお疲れ様でございます。リファイトクラブのコンテンツ更新ね、順調に進んでるみたいで、まあ、素晴らしいんじゃないかなと思いますけども、これはね、もうね、どんどんアクセスを集めて募集していく、そして専用の YouTube チャンネル作って、もうシリーズ化していく、もう前倒しと回してどんどんね、まだ十分できたないうちからやっていった方がよろしいかと思います。で、今、ですからプレセール期間になると思いますので、正式な募集まではもう、プレ会員さんをね、無料でどんどんつけていって、で、皆さんからのアイデアをいただいて、で、構築していくみたいな形にした方がいいんじゃないかなと思いますんで、まあ、募集のためのね、アナウンスも早めにやっていきたいと思いますし、それからね、エントリーシートも、たくさんの、例をね、お互い出していって、まあ、それによってね、ちょっと冗談でエントリーシート作ってみたいんだっていう人も巻き込んでいきましょう。とにかく、最初の第一歩を、格闘家になりきる、人をまず集めていくっていうところですか。で、実際に、飛んだり跳ねたりとかは、やっぱできないと思いますんで、まあ、お前ら何遊びでやってんだよって思われるかもしれないけども、いや、でもそこでも、その種類の真剣ってのはあると思うんですよ。決してね、格闘技を笑ってるわけでも何でもなくって、できる限界ってあると思うんですよ。で、私が思うのは、YouTube でも見たんですけども、両手と足がない人が、極真の黒帯取ってるんですよね。その動画を見て、まあ、痛くね、なんか感銘を受けたと言いますか。まあ、ですんで、まあ、例えば何かね、いろんな事故とか病気で、車椅子の方でもできるような格闘技とかっていうのを作っていくとかね。それはもう実践では使えないかもしれないけども、でも、精神に対しての戦いっていうのはあると思うんですよ。格闘技をやることによって、志すことによって、まあ、人に優しくなる。そして、なんか理不尽に耐える強さとかね。そういったものがあると思いますんで、そういった方面でも今回のリファイトクラブっていうのを伸ばしていけるんじゃないかなと思うんですよ。で、なんていうのかな。まあ、みんなね、男はファイターなんで、何かを守るために戦っていったりとか、何かをね、掴むために戦っていく。そのまあ、勝負の連続だと思うんですよ。で、片っぽではそのマインドセットですよね。男の人生がやっぱりこう、戦いの連続だとしたら、100戦して100勝ってわけにいかないんですよ。だから負け際も、やっぱり教えていくっていうかね。引き際が肝心じゃないですけども、潔く負けた時はギブアップする方法もやっぱりこう知っていかなくちゃいけないし、知名度を追ってもいけないし追わしてもいけないですしね。それは肉体的にもそうだし、精神的な知名度も追ってもいけないし追わしてもいけないのかなと思うんですよ。まあ、ですんで心技体っていうじゃないですか。私このね、心技体の並びがなんで心からなのかなと思ったところに、まあ、ちょっとねこう正義なき力は無能なり、力なき正義も無能だなと思ったところで、まずは心があって、思わなければ始まらないし、その次に心技体の技が来るというところですよね。まあ、技ってのは小賢しい技ということではなくて、まあ礼っていうものも入ってると思うんですよ。礼に始まって礼に終わるっていうかね。技ね。だから身技って言いますけども、やっぱりこう、洗練された、トレーニングされた、頭のいい技っていうのがあると思うんですよね。その技っていうのが、ある一定の身体能力を失った人にも残存能力でやっていけることってあると思うんですよ。まあ、これは介護の話になっちゃいますけども。だからそこにまでなんかね、持っていけるような格闘技になるんじゃないかなと思います。新格闘技リファイトクラブ。で、新技体の体ですよね。体は作っていかないといけないかなと。健康体も作らないといけないし、血液の流れもね、リンパの流れも作っていったりとか。まあ、だから心も体も一体。それをつなぐのが技なのかなと思うんですよね。まあ、ちょっとね、くだらないことを言いましたけども、まあ、言いたいことは多分伝わってると思いますんで、僕の計画、なかなかいいんじゃないかなと思います。私の方もね、こうやっていろいろと勝手なことを言わせていただきながら、リファイトクラブの肉付けになっていけば幸せかなと思っております。そんなところですかね。はい、まあ、最後にトレーニングの、ズームのね、様子を出してくださいまして、本当、これもありがたいなと思います。あとね、なんかね、こう、なんでしょうね。そうですね。ワン、ツー、フック、ワン、ツー、キック、払い、防御ですか。ああいう風なリズムも、こう、取っていければ、あそこから始めていけるのかなと思います。まあ、今度ね、私もあれ、いただいた動画の通りにちょっとやってみてね、ちょっと修正をいただこうかなと思いますので、その際はよろしくお願いします。はい。まあ、私東洋武術をやってますんで、そこまで激しい動きはないんですけども対極拳とかね、なんか
動くっていう意味の動のスポーツがあると思えば、静のね動かないスポーツもあるんですよね。で、あのフットワークを主に使うボクシングとかキックボクシングとムエタイとかと違って、その中国武術ってフットワークってあまりなくって、なんかベタ足立ちなんですよ。でこう自分から基本的に仕掛けずに、あの対戦相手が仕掛けてきたものを使ってこう一瞬だけ動くみたいなことを繰り返していくんですよね。まあ、だからちょっと色は違うんですけども、今回そういうのも抜きにして、いち早くね、あの明日のジョーみたいなフットワークが使えるようになっていきたいし、1分のねシャドーボクシングはやっぱり無理ですね今私はね。だからやっぱりこう10秒のシャドーボクシングからちょっと始めていって、で20秒30秒40秒と、やっぱり足腰や関節もきちんとケアしていかないと、いきなり無理するとねもう壊れて数ヶ月できませんってことになっちゃいけませんのでね、はい、そのあたりのケアの仕方もオンラインジムならこう伝えていけるんではないかなと思います。まあなんせね、このオンラインジムの世界でナンバーを取っていきましょう。それでジムもちゃんと作っていきましょう。でジムを作る際にはあのジョイントベンチャーって形でね、いろんな制度を利用して、融資も受けれると思いますし、もしかしたら資金もね何らかの方法で集めることができるかもしれませんから、あらゆるものを利用して、オンラインですからね、資金集めもオンライン、人集めもオンラインで、接触しないのに優勝者が決まるみたいなね、なんかそういったニーズも今だからあるんじゃないかなと思います。はい、じゃあどうもありがとうございました。では、またレポートします。ガイでした。